これ持ってきます。いよいよ上塗りですね。それ一つ持っていくの？二本持ってっちゃいます。二本？はい。仕上げだけがくるわ。これは上塗りですよ、うん、仕上げ。はい。じゃあバナナサミー、これ持ってみる。いや、昨日一本でありました。うん、余ってるもん。どのぐらい余ってます？ここから持ってくる。それ余ってる、うん。じゃあ1本だけで持っていくか。日本いらんねまだ。うん、わかりました。中に入れちゃってください、うん、出さないでくださいね、うん、水面から、うん、上に持ってあげたり下に持ってあげたり、うん、この子は大丈夫、入ってないから。色が違うから。大きくムラ切っちゃった。下塗りと中塗りは横に塗ってたんですけど、上塗りはただ目地を基準に下に降りてってます。結構綺麗にいったな。光沢出てますよ、ピカピカに。いい感じに仕上がりました。北側ですね。あ、前通ります。あ、よい。あ、前通ります。こんな感じでしょ。綺麗だな。
やっぱツヤありで塗って正解でしたね。ツヤありだからピカピカしてる。以上。いや綺麗だな。から屋根は外しちゃっていいですよ。大丈夫だね。ピカピカだな。ピカピカですよ。ピカピカ。すごい綺麗だ。すごい綺麗に仕上がったな。綺麗だな。ここもう終わってんの、うん、全部この脇もピカピカだ。ピカピカ、うん、ピカピカ。この窓もみんなね。はい。KP170 って覚えとこう。KP170。よし。KP170。まあ補修用ではだいぶ余るから。一応倉庫の2階に余ったツルをあげとくんですよね。またちょっとした補修とかで使うかもしれないので、このまま捨てないで。どうでしょうか、このサッシの脇。うわば。俺が養生したんですけど全然潜ってないですよね。トリュフが。これ潜った始末悪いんですよね。あ、ちょっと離れちゃったな、もう空気が。アリフグのハフ。ハフは吹かないんですけど、シート張ってください、うん、2人で。シート。はい。シート、下さん。うん。全部張ってください。うん、くるっとね。はい。おぉ、綺麗だ。ピッと通ってるな。バーバーもスパッと決まってる。これ下手くその人やとガチャガチャに潜っちゃうんでしょ、このビス穴とか。